月被害は、イタヤ外観の2枚以外である。学名は1791年に、ヨハンフリードリヒグメリンによって命名された。西太平洋に分布。日本国内では、太平洋側は、房総半島以南、日本海側は、山陰地方以西、九州、四国。その他、北海から、南シナ海の中国沿岸、台湾、朝鮮半島南部。 拡張120ミリの薄い殻はほぼ円形で、膨らみは弱い。前後の殻円は大きく開く。殻の表面は滑らかで、付着生物はほとんど見られない。耳上部は小さい。右の殻は紅白色。左の殻は深刻色で和妙の由来となっている。殻の内側は白色。右の殻の内側に48から54の放射薔薇がある。 沿岸などの水深10から100メートルの最査底に生息する。右の殻を下にして海底に横たわる。外套膜の変縁部に多くの触手を持ち、これによって危険を感じると殻を開閉させて泳いで逃げる。長距離を泳いで移動することもある。大型の貝柱を食用に利用する。旬は冬から春。ただし大量には取れず産地を中心に消費される。 料理法は、ホタテ貝と同様。鮮度が良ければ、霜降りにしてポン酢などでいただくほか、焼き物や揚げ物にしても美味。貝殻は、しゃもじや工房などに加工する。ありがとうございます。